アバコーン公爵はアイルランド貴族の公爵位。1868年に第2代アバコーン公爵、ジェームズ・ハミルトンが除されたのに始まり、スコットランドの貴族の家系であるハミルトン家によって世襲されている。ハミルトン公爵ダグラス・ハミルトン家の分家にあたる。2019年現在の爵位保持者は第5代アバコーン公爵、ジェームズ・ハミルトンである。 1984年の第5代アバコーン公爵、ジェームズ・ハミルトン。スコットランド女王、メアリーの摂政を務めた第2代アラン伯爵、ジェームズ・ハミルトンの三男クロード・ハミルトンは、スコットランド王国の政治家として活躍し、1587年7月に、スコットランド貴族、カウンティ・オブ・レンフルーにおけるペイズリー教に除された。 彼の家系が後にアバコーン公爵に譲されることになる。ちなみに、彼の兄にあたる初代ハミルトン公爵ジョン・ハミルトンの家系が後にハミルトン公爵家となる。初代ペイズリー教の嫡男であるジェームズは父より先に死去したが、1603年4月にスコットランド貴族カウンティ・オブ・リンディス号におけるアバコーン教、1606年7月にスコットランド貴族 マウント・カシェル及びカーク・パトリック、ハミルトン、ペイズリー教とアバコーン伯爵に助された。その長男ジェームズは1617年5月にアイルランド貴族カウンティ・オブ・ティロンにおけるハミルトン教ストラバーン男爵に助され、1618年3月に父から第二代アバコーン伯爵以下3つの爵位を継承し、1621年には 祖父から第二代ペイズリー教を継承した。このうちハミルトン教、ストラバーン男爵については1633年に、尻ぞき、翌1634年に、弟クロードが、第二代ハミルトン教、ストラバーン男爵を継承することが認められている。このためハミルトン教、ストラバーン男爵だけしばらく、アバコーン伯爵くらいと分離したが、第二代ハミルトン教、 ストラバーン男爵、クロードの孫にあたる、第4代アバコーン伯爵、クロードの第2継承者が重なった。第6代アバコーン伯爵ジェームズは、1701年12月に、アイルランド貴族爵位、カウンティオブティロンにおける、マウントキャッスル男爵と、ストラバーン子爵に上された。その孫である第八代アバコーン伯爵ジェームズは、1761年から1784年に、 かけて、スコットランド貴族代表議員として、トーリー島所属のイギリス貴族院議員を務め、さらに1786年には、グレートブリテン貴族、ハミルトン子爵区に助せられた。その上である、第9代アバコーン伯爵ジョンは、1789年の就職前に、トーリー島の庶民院議員を務め、1790年10月には、グレートブリテン貴族、 アバコーン公爵に助せられた。さらにその孫である第2代アバコーン公爵ジェームズは1866年から1868年にかけてアイルランド総督を務め、1868年8月21日にアイルランド貴族カウンティ・オブ・ティロンにおけるストラバーンのハミルトン公爵及びアバコーン公爵に助せられた。 その孫である第3代アバコーン公爵ジェームズも1922年から1945年にかけて北アイルランド総督を務めた。2014年現在の当時はその孫である第5代アバコーン公爵ジェームズ・ハミルトンである。1612年以来北アイルランドティロン県、ニュータウン・スチュワートに辞書バロンズ・コートを保有している。辞書内は 自然豊かで日本ジカが多く生息しており、野生のまま管理されている。評価の高い鹿肉を提供している。上記の経緯から、現在の当主であるジェームズ・ハミルトンは、以下の爵位を保持している。ハミルトン公爵、ジェームズ・ハロルド・チャールズ・ハミルトン現当主の、息子ストラバン子爵、ジェームズ・ハミルトン・ハミルトン公爵の長男、クロード・ハミルトン・キョウ・ハミルトン公爵の次男、 ニコラス・ハミルトン教弦当主の次男、クロード・ハミルトン教弦当主の弟、アレグザンダー・ハミルトン上記の息子はバコー,オーン公爵、公爵、伯爵ハミルトン家系図。ありがとうございます。